自分自身の自由な周波数との共振共鳴によって巡り合うということなんです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。皆さんツインレイでご存知ですか？最近ツインレイについての質問がとても多くなってきたので、今日はツインレイについてお話ししていきたいと思います。まず3つのパートに分けてお話ししていきますね。ツインレイの特徴と、ツインレイと出会う人の特徴、そしてツインレイと出会うと起こるいいことです。まずはそんなツインレイとの特徴なんですが、僕の見解では通常言われていることと同じこともありますが、少し違うこともあります。ではまずツインレイのご説明をさせていただきますね。ツインレイは自分の魂の塊のことを言います。スピリチュアル的にはこの世に生まれた時に一つの魂、二つの魂に分かれるんですよね。この時に分かれたもう片方の魂をツインレイと言います。ツインレイは固く結ばれていて、ほとんどが男女のツインになっているので、運命の相手なんだとも言われています。なんかロマンチックですよね。そんなツインレイは不特定多数の中からほぼ一瞬にして見分けることができるんですよね。人混みの中でもなぜか探し出せるんです。たとえ周りの人でごった返していたとしても、その周囲だけ空間外的ような感じに見えるんですよね。そして見分けることができるんです。まあ魂の塊ですからね。周囲にある様々な人の魂の中から光り輝くツインレイの魂を見分けることができるということなんです。ここまでがツインレイの特徴になります。そして2つ目のツインレイと出会う人の特徴になります。まずツインレイと出会う人は魂が成長しているんですよね。魂が成長していないと結ばれるのが難しかったりします。つまり魂を成長させればツインレイと出会えるわけです。ですから大きな愛を持っていないとなかなかツインレイと結ばれないんですよね。そんな愛とは統合です。まず前提としては自分を愛せている人ですね。要するに自分と統合できていないとツインレイとも統合できないんです。だから魂が成長した段階でツインレイと出会いやすくなるというわけなんですね。なぜ魂の成長が必要かというと、4つ原因があります。1つ目が結構喧嘩をするかもしれないということです。ツインレイとは同じ感覚を持っているので、イライラするポイントが一緒だったりするんですね。目につきやすい箇所や気になるポイントも同じだったりして、それが目について指摘しやすいという特徴があるんです。でも惹かれ合うのがポイントです。だからイラッとして喧嘩した時に、本当に結ばれるためには大きな愛が必要だったりするんです。そして2つ目ですね、思い通りにはならないからになります。皆さんも自分のことを完璧にコントロールってなかなかできないですよね。ツインレイも自分の魂の塊なんで、なかなかコントロールができないんです。コントロールできないことが悪いわけではありません。思い通りにならなくても受け入れる器の大きさが必要になるということなんですね。それは自分を受け入れることでもあります。そして3つ目です。3つ目は嫉妬心が芽生えるになります。今までの恋愛では嫉妬が無縁だった人でも、ツインレイと出会うと嫉妬心が湧き出してきたりするんです。自分の魂の塊を取られたくないという気持ちになるんですね。お互いに気になるのがツインレイの特徴なのかもしれません。だから愛が必要になるんです。そして4つ目ですね。4つ目は乗り越える壁がやってくるになります。自分との統合の次にツインレイと統合するために、魂のレベルを拡大させるために壁がやってきたりするんです。乗り越える壁というか、受け入れるための器を作るだけなんですけどね。既婚者同士や相手に彼氏彼女がいたり、様々ですけどね。ただここを愛することができたら魂が結ばれます。ツインレイは一つの魂が二つに分かれ、お互いの別々の道を歩いて再度同じ魂が引き合うという感じですからね。その時に二人で乗り越えなくてはならない壁へと立ち向かうわけです。これが魂の成長に必要な4つの原因になります。では3つ目のパートですね。3つ目はツインレイと出会う10個のいいことになります。まず1つ目ですけども、1つ目は家族のような関係を築けるになります。もしかしたら家族より強いつながりを感じることができたりもします。そんな深いつながりを持てるわけです。自然で一緒にいるのが当たり前のように思えたり、かなり深いレベルでつながっていけるんですよね。要は魂のレベルでつながっていけるということです。そして2つ目です。2つ目は相手の変化に気づけるになります。ツインレイは魂の塊なので、ちょっとした変化があると自分のことのように気づけたりします。見た目の変化はさることながら、心の変化にも気づけたりします。相手や相手をじっくり観察しているわけでもないんですけども、相手の本音と建前が分かったりもします。知らぬが仏ということもありますけどね。そして3つ目です。3つ目は一緒にいても飽きないになります。まあ、ツインレイとの関係はどれだけ同じ時間を共有してもなかなか飽きません。別にベタベタしているというわけでもなく、常に会話しているというわけでもないんですが、飽きないんですね。魂の塊なんで一緒にいることが当たり前と思っているところがあるので、空気のような存在なのかもしれません。いい意味ですね。そして4つ目です。4つ目はやすやすと別れられないになります。2人は一緒にいることが当たり前なので、なかなか別れられないわけです。例えば周囲から反対されたとしても、お互いが強烈に求め合ったりするんです。つまりお互いが磁石のように引き合うんですね。
先ほども言いましたが、ツインレイは一つの魂が二つに分かれた、お互い別々の道を歩いてきて再度同じ魂が引き合うという感じです。お互いに離れるようなことはなかなかないということですね。そして5つ目です。5つ目は完全に別れることができないになります。ツインレイは自然と仲直りしているケースがとても多いんです。普通なら喧嘩がヒートアップするとお互いに別れを決意したりしますが、ツインレイの場合は完全に別れることができず何らかの形で繋がっているケースが多いんです。近づきすぎず遠すぎない関係を築いている期間があっても完全に別れることができずにお互いに惹かれ合って一緒にいるケースがあるということなんですね。ただ一時的に離れていくこともあります。一時的ですけどね、サイレント期間と言われている期間です。お互いの魂がさらなる拡大がする時が来た時は一時的に離れるというケースがあるわけです。そしてお互いの魂が拡大した時にまた再会するということなんですね。そして6つ目です。6つ目は言葉は必要なかったりするになります。ツインレイは魂同士がつながっているので言葉が必要なかったりします。言葉なしで分かり合えたりするわけです。便利といえば便利ですよね。そして7つ目です。7つ目は物理的に離れていてもそばにいるような感覚があるになります。ツインレイが物理的にそばにいなくてもなぜか近くにいるような感覚にあったりします。例えば2人が沖縄と北海道にいたとしてもすぐ隣にいるような感覚になるんですね。不思議な感覚ですね。相手と同じタイミングで同じことを感じている可能性も高かったりします。物理的な距離を超越して魂でつながっているということなんです。そして8つ目です。8つ目はセックスの相性がいいになります。ツインレイはセックスの相性がいいとされているんですね。もともと一つだから当然といえば当然ですよね。性器の形もぴったりとフィットするとか言われています。だからこそセックスへの満足感があり、セックスの相性がとても良くなるわけです。そして9つ目です。9つ目は心の中で生き続けることができるになります。ツインレイは心の中で生き続けたりするんですね。離れ離れになったとしてもその人の存在が心の中で生き続けるわけです。なぜかその人のことをふと思い出したりして物理的に関わりがなかったとしても魂で惹かれ合う存在になるわけです。互いの存在が互いの心の中で生き続けるということになるんですね。そして10個目です。10個目はシンクロニシティがたくさん起こるになります。やたらと同じことを考えていたり、やたらと同じことを同じ時期にしていることがあるんですね。ツインレイは年齢が結構離れているケースはよくあるんですが、それでもジェネレーションギャップを感じなかったりもします。同じことを同じ時期にしていることがあるんですね。不思議な感じですよね。ツインレイ同士にはこのような10個のいい特徴もあるんです。つまりツインレイとは無条件で馬が合うというか居心地のいい人になります。まあ、喧嘩はしますけどね。でもとても相性がいい人ということです。そしてツインレイと出会うには自分の魂のステージを上げていく、こういう必要があるんですね。そのためには自分自身の不快感を浄化して感覚的に自由に、すなわちゼロの状態になることが大切なんです。つまりそれは自分を統合していくということですね。それから多くの方とご縁を結ぶうちに自分自身の自由な周波数との共振共鳴によって巡り合うということなんです。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さん幸せを心よりお祈りしております。